お疲れ様でした。はい。ありがとうございます。というわけで今回もアフターお疲れ様でした。はとうございます。というわけで今回もアフタートークの時間がやってまいりましたが、いつもいつも聞いてますよ。クロナさんちゃんと聞いてくれるらしくて嬉しいです。ベニーが俺のことをいじってというのはね。普段一番いじんないのにそう。なんかアクノさんクロナさんって言ってくれるんだけど、実はラジオでいじって。 ね、そう、あのこの間目に、うん、ちゃんと聞いてるよって言っときました。うんうんね、去年の流行語みたいなね。<laughs> やつもね、黒ちゃんで、俺だなっていうね。なんかウェニーはあのこっそりいうのが好きだったんですけど、最近ちょっとこうあの広まっていっているっていうこと、ちょっと悲しみを。あそうなんだ。でもね、ちょっと距離が縮まった気がする。そうです。そうね、ベッドの絶妙な距離感絶妙な距離感太鼓とシャムってね、よく一緒にやること多いからね。業界的にはそうそういやこの間なんかメンバーのことをこの女子枠だけで勝手になんか馴染みがある呼び方 見、うん、してこうかみたいな話もしてたんですよねなるほどねそういうのはいいかもしれないねあのクロちゃん以外も勝手に言おうん、みたいなそうねあっくんとかあっ <laughs> <laughs> くんいいね勝手にね勝手にそうね。そういうのいいかもしれない <laughs> 全然誰もわかんないみたいな <laughs> <laughs> もう、ね、クロちゃん自体あんま呼ばれたことないんだろうね <laughs>、うん なんか黒野さんが、うん、あのー、あれですね普段、うん、2>, 2人っきりでメンバーとなった時にどんな雰囲気なのかどんな話してるのかって私<ー>気になるんですけど,なるほど、ね、結構清といるイメージは,は、ね、話してるイメージはそう、ね。そうね前のバンドね、はい、その「ワーキモノ」の前に2つぐらい一緒にバンドやつから、はい、やっぱり話すこと。 なんかあるかな。うん、朝くんと二人っきりの時ってあります？あるある。あの動画出た時か朝のね。はいはいはいそうそうそう。はいはい、で朝くん家行って。うん ずっと太鼓打ち鳴らしていいとそんなことでエレベーターでじゃあ太鼓打てとかそんな話をしてふざけ合ってるんですそうそうそんなことをしてあの動画で出てすごいふざけてでその後ご飯フレームで食べるとすっげえマジな話したそうなんだ仕事の音楽界の話とかどういう風にしていこうかとかそんな感じかな朝意外とねご飯行くと真面目な話しますよねそうそうそうすごくねいろいろ考えてるねそうこんなこと考えてるんだって一番ご飯食べてる時にあといっぱい喋りますよね朝はねあそうねすごくね うん、飲んだ時が一番しゃべる。ああそうか俺はほら飲まないから。ああそうですね。飲んだ時てかご飯私よく喫茶店に行くんですよ。あなるほど飲みにはいかないんですけどなんか仕事の後とか、うん、あか、のー、彼がよく通ってる喫茶店に連れてかれることが多くてカウンター、ね、のおばちゃん含めてよくしゃべるんですよ。ああでもいいねそういうの、ね。<laughs> はい、なんかあれですよね、うん、とフランス、うん 行った時はマッチーと二人部屋だったんですよね、うん。あ、そう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 。どういう部屋割りだっけ？まあベニーとゆこじゃなね。はい、でえっ、ー、と清司カミンナそうですね。大将とでわさび朝。いやそこ意外ですよね。ね意外だよね。で黒な街ッチやか <laughs>、うん、そうそうそう。もうね俺マッチーと二人の時お互いめっちゃ気遣うから。<laughs> そう どんな方がキスタたとかその話はもちろんしたなんかすげえ気使ってなぜかんかねマッチーがアイスを買ってたんだよねそんなこと覚えてるんですねそうそうそうか買ってくるっつってああ言ってくれあれんかそうだそうだ私マッチーから黒野さんが2時間ぐらいお風呂入ってたっていう話聞いた気がするんですけど気のせいですよねきっとそういうの多分いや俺ねそんな長く入れないタイプだからそうそうそれ気のせいからね よ、マッチ飲んでたから。<laughs> <laughs> タウンストリップしちゃった。お腹気乗って、ツー俺そこまでできないかな。<laughs> そ,うそうそう。最近やっとね、長風呂 <laughs>、ほら、携帯が、はい、あの、なんか水でも大丈夫な 最近の携帯だからまあ動画とか見てね長く入れるようになったんだけど昔から入れなくて長く湯船が苦手でどっかう逆に短めなんですねすごい短いんでじゃあそれは気のせいですね気のせいよね私それ聞こうと思ってたんですそうそう夢だね夢ですねマッチ結構ベロベロになってること多かったからねあそうなんですかあれじゃないですか一回寝て起きてまだ黒野さんがトイレとかにたまたまいてあまだ入ってんだって思ったんですよマッチはね一生懸命そあとはツアーの時もそう一緒だったんだけどのよ あすもないしは、あの町はビデオの編集をあの指示してたのか、ずっと作業して覚えてる。あ、部屋でそうそうそう。仕事してた。そう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 。あとは飲んでくる中でワインがボトルであったんだけど、それを栓抜きがなくて、それを一生懸命あのホテルの人に伝えてるのを覚えてる。 そう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 その機をくれっていうのをどうって言っていいんだろうね調べながらフランスですからねそうフランスで難しかったんでね英語がねあんま通じなかったりするまたね今だったらしゃべれる恥難かしいねいやもう完全にそうですそう考えるとそれぞれでしたねフランスは私はもう紅のニップレスが私のポーチにべったりくっついてたっていう印象しかないのとあと二人で香水飲んでお腹壊してたとあそうかそっかそっか硬いお水ね二人で順番にトイレ行ってお腹痛い 痛いねって言ってなるほどねなんかツインのベッドで2人であの横で寝るとかそれ以降ないですもんねそうだねそのツアーそうかフランスとツアーだよねなんかあのやっぱり女子と女子だとお互い風呂長いんでああそうなんだそこが気遣いなるほどね先いよ先よ先よみたいなあとはニはとりあえずドアを閉めてトイレを閉めるって言ってたそうんかねマッパっていう ね、聞いたけど、ね、<laughs> はい、あのマッパでトイレのドア開けっぱなしで、<laughs> いやいや閉め閉めろし、なんでいいじゃんみたいな。<laughs> なるほどね、ね <laughs> ひどいですね。でもね、やっぱり通話の時はね、<laughs> はい、あの一人一人ね、時間がね、うん、違うからね。うんうん 一一人人がいいいかなって思ますすねねそうで過ごし方がね違うからねやっぱり何日間かライブ続くと人と一緒だと気遣ってもうみんな気遣うからそうだねお互い気遣う人しかいないですからねだからうちいいのかもしれないうだからうまくいってるそうそうそう年齢バラバラだからね全員同じ年だと逆にね気遣わないかもしれないけど俺もう優子ちゃんほらボーカルとしてねいろいろ気遣われるのまた気遣っちゃうし俺年長者として気遣われるの気遣っちゃうし気にしないできない。 なんかあの、ね、トレーナーさんのマッサージとか最近いるけど時間割でないから自由にその時間にケアルーム行ってやるじゃないですかみんなあの連続で歌うから体が楽器だと大変だからって言ってめっちゃ譲って。 てくれちゃうんですけど私が行くと気使うからあんま行かないようにしようとか逆に思っちゃうんでこっちは絶対英ちゃん来たらもういやもう絶対俺たちは楽器だからいいの体がねほんとにそうだからすぐどっからとか言っちゃうからあちょっとんかすげえ今どっちだ今部屋の中にいるのかいないのかって思いながらお互い気遣いながらねやってるよねんにねかそこがまあうちのバンドのいいとこですねそうすね年 おお、そうですね。だけど、出会った頃とあんま変わってないからね、うちらの関係。雰囲気も関係性も何も変わってない。ですね、控え室一人にしろ、いつもいないしね。いいですね。出てきたら、どうしましょうね、ね。こっから。なんかね、やだね、そういうのね。何気なく広いところに、自分の場所を取って。そうそうそう。コミュニケーション取ってるから、いいんだね。そうそう。で、気抜いてと、朝カメラが入ったよね。そこがいいところですかそうそうそう。ね、このまま続けばいい。ね、なんか、そ。 あの仕事の後なんとなく一緒にご飯行ったりとか、そうだね。でもすごいそういうのが多いから、あのこうじゃなきゃいけないみたいなルールが逆にないところがいいところ。そうだね。一人になりたければね自由になれるしね勝手になればいいし。はい。このままねこれが今年も頑張りましょう。頑張りましょう。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。